議長、ご列席皆様、今年で設立70年を迎える国連とは、絶望的現実を前にして、容易に絶望しない人々の集団でした。だからこそ、風雪に耐え、今日を迎えたのではありませんか。エボラ熱の潮流がありました。過激主義のバックがあります。今また、私たちの目の前で、多くの難民が命を落としてでも恐怖から逃れようとしています。しかしたとえどんな問題があろうとも国連のもと共に立ち向かいましょう。各国がそれぞれ持つ能力を持ち寄ろうではありませんか。日本にはいろいろな場所で国づくりを支えた実績があります。人材を育て人道支援を推します。女性の人権を守ろうと努めた経験があります。その蓄積を今こそ惜しみなく提供したいと思っています。日本はシリア、イラクの難民、国内避難民に向けた支援を一層厚くします。金額に換算すると今年は約 8.1 億ドル、昨年実績の3倍となるでしょう。レバノンでは200万ドルの支援を新たに実行します。これをテコとして人道援助機関と開発援助機関の連携に弾みをつけてまいります。セルビア、マケドニアなど EU の周辺にあって難民移民の受け入れと格闘する諸国に対し、新たに約250万ドルの人道支援を実行します。これらはいずれも日本が成し得る緊急対策です。一方、私たちの体の原則とは、いかなる時にも問題の根源に赴き、状況を良くしようとすることです。イラクの民政に安定をもたらすには、上下水道が信頼に足るものでなければなりません。これを含め、中東とアフリカにまたがり、平和を築き、確かなものとするため、日本は約7億5000万ドルの支援を準備しています。難民たちの背後には難民となって逃れることのできない人々がはるかに多くいるという現実を直視したいと思います。壊れてしまった国を立て直し、再び人々に幸福の追求を許す場とするには、人間一人一人の力を育て、恐怖欠乏と戦う能力を草の根から培うことが回り道のように見えて、実は近道です。その信念が教育、保健医療の普及を重んじ、とりわけあらゆる年齢層の女性に力をつけようとする我が国の政策になりました。人間の安全保障を確かなものにしようとする政策です。こうした人間一人一人を大切にする取り組みが、国連コミュニティが新たに設けた開発目標にしっかり組み込まれたことを大変嬉しく思います。緑子を持つ母ならば、その健やかな成長を、それのみを願うことができる環境を日本は作りたいと念じます。そう考えていただき、一枚の写真に出会いました。ある難民女性のカバンの中身を写した写真です。手荷物をたった一つだけ持って難を逃れるとき、人はカバンに何を詰め込むのか。ダマスカス南方にあるパレスタ難民キャンプを逃れ、ゴンボートで地中海を渡った20歳の女性アベーサは多くを持ち出せませんでした。写真に写っているのは生後10ヶ月の娘のものばかりです。靴下の海外一足、一つの帽子と一瓶のベビーフード。眺めるうち、私の目はノートのような何かに釘付けになりました。ビニールで大切に包み、水がかかっても大丈夫なようにしてあるノートをよく見ると、それは私たちがシリアの難民キャンプで配った母子健康手帳だったのです。日本では会員を知った女性は手帳をもらえます。母子の健康を長く記録するノートで母子健康手帳といい、この制度は
70年以上続いています。手帳が書き留めた身長や体重を見て我が子の成長に目を細める母のうち、一体誰がその同じ子が成長した後恐怖の人となるのを望むでしょう。手帳は母の、我が子よ健やかなれと願う祈りの記録です。それは力を帯びる、この子に命を粗末にはさせずと母親に念じさせる力です。絶望や恐怖を生む土壌を母の愛で変えたいと願えばこそ、私たちはパレスチナやシリア、ヨルダンの難民キャンプで母子健康手帳を配ってきました。そんな願いのこもった手帳を脱出後のさなか大切に持ち続けた女性が確かにいた。一人一人を強くすることを目指す人間の安全保障の思想が悲しくも雄弁な結実を生んだことに私は打たれたのであります。議長、これは皆様、法の前の平等と法の支配の原則もまた日本がこの上もなく尊ぶ価値であります。その身長も人の力を育てるところに始まります。ご紹介するのは法の番人となる警察官の育成を日本が手伝っている、そのため日本の若い女性が奮闘しているエピソードです。暴力恐怖をその根底で断つには良い警察官とその組織を育てなくてはならない。私たちはそう信じ、アフガニスタンほか随所で警察官の養成に力を注ぎました。コンゴ民主共和国で日本が2004年以来続けているのがまさしくそれです。日本の JICA は同国で国家警察の警官研修を支援し今日に至ります。現在まで2万人以上の警官が研修を受けました。中には女性の警官がいます。武装勢力の兵士だった人も少なからず含まれていました。モットーは市民に親しまれる警察を作ること。研修計画を立て実行に移す役目を担ってきたのが JICA で、現地の日本担当者は一貫して女性です。例えばその一人は同僚の目に映る姿たるや小さな巨人でした。男性警官に混じるとなるほど小柄です。しかし困難に臆せず身につけたフランス語を駆使して率先立ち向かう姿は巨人のそれだったのでしょう。国家警察の人たちは彼女に尊敬と信頼を寄せました。日本の新しい旗が国際協調主義に基づく積極的平和主義だということを一昨年来この場で皆様に強調してきました。今紹介した女性などその最前線に身を投じた一人です。皆様、私は日本の未来を開く役割の多くを女性に期待する点で人語に落ちません。日本が実施する対外援助も女性に安全と健康、安心を与え、その人権を守る策に力点を置いています。内戦から復興途上の国で法の支配の守り手を育てる仕事に日本人女性が立派な貢献をしている、二重の意味で誇らしく思います。私はこれまで機会を捉えて、21世紀こそ女性の人権が蹂躙されない時代にすべきであると訴えてきました。本日は日本も安保理決議1325に基づく女性の参画と保護に関する行動計画を定めたことをご報告できるのを嬉しく思います。我が国の行動計画では女性少女を暴力から守り、基礎的保健サービスを行き渡らせることがひときわ重要な項目を成しています。また昨年に続き本年も女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム WOW を開催し有意義な議論を行いました。議長、ご列席の皆様、国連とは実に
楽観主義的現実主義者の集う場ではありませんか。将来をいたずらに悲観しない、しかし現実から目を離しもしない、そのようにして国連は70年の歴史を刻んできました。私もいくつかの点に関しては現実を直視せざるを得ません。はじめに北朝鮮について拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的解決のため、日本は関係国と協調して働きかけを続けます。本年は原子爆弾が広島長崎に落とされた70年、悲しみを新たにした年でもありました。しかし、いかんにも一部で核戦力の増強が透明性を欠くまま続くかに見える中、本年の NPT 運用検討会議は将来の核軍縮不拡散の指針を示せませんでした。核削減は米ロの間で休みなく進むべきです。しかし他の核保有国も進めるべきものだということを我が国は強く主張し続けます。核兵器廃絶に向けた決意のもと、国際社会の共同行動を促すため、日本は新しい決議案を準備しています。多くの国々から支持をいただけると信じて疑いません。議長、ご出席の皆様、国連創設70年の経過すべき年、安保理改革に関わる大きな動きが始まりました。前回期関係者各国の真摯な姿勢は安保理改革の議論を大いに深めました。そして2週間前、私たちは本会議場で満場の拍手によって今会期に熱意を引き継いだのであります。この熱意はさらには日本が果たすべき役割への確信を持って、私は議長並びに各国との協力のもと安保理改革を実現し、日本が安保理常任理事国となり、ふさわしい貢献をする道を追い求めてやりません。第一に、日本には戦後70年、平和を愛する国として自らを自し、世界の平和と繁栄のため努力を積んだ実績があります。カンボジアや東ティモールで日本は外交努力、PKO 派遣、その後長年にわたる支援に力を尽くしてまいりました。 PKO には実施に3つのレイヤーがあります。まず、どこで何をするか決める意思決定の層があり、次いで要員や資金の手当が必要となり、さらに現場での実動が続きます。その間に得てして生じる格差に対し、日本はギャップブリッジャーになることができます。そして日本にはどのレイヤーでも言動に責任を持つ主体としてプラスの貢献をすることができます。今しも南スーダンで自衛隊施設部隊の諸君が日夜努力を続けている、ケニアでは陸上自衛隊の専門家たちがケニア、ウガンダ、タンザニア、ルワンダ、各国軍隊を対象に銃器の扱い方を伝えています。道がなく橋が崩れた環境では PKO は随所で滞るからです。そして日本自身がこの先 PKO にもっと幅広く貢献することができるよう、最近法制度を整えました。第二に、オーナーシップとパートナーシップを重んじるのが日本です。絶望と戦い、幸福を伸ばすには当事者の意思、国際協力の2つとも大切なのだと日本は主張し続けてきました。すべての人々が自分の人生を自分で決定するオーナーシップを獲得することこそが私たちにとって究極の目標でしょう。これを強調するところからは人間の安全保障を重んじる発想も生まれました。第三に、日本は当事者の声にいつも耳を傾ける国であろうと努めます。
3日前には一昨年昨年に続きアフリカレックス議長国首脳の皆さんと会合を持ちました。日本にはアフリカ開発を進めるため20年続けたティカッドという集まりがあります。来年私はこれを初めてアフリカで開き、一層多くの声に耳を澄ますつもりです。太平洋島しょ国の首脳とも昨年再び集まりを持ちました。11月5日世界津波の日を皆で共有し、訓練や能力の向上を図ることなどを論じています。日本が初めて安保理の非常任理事国となったのは1958年、国連加盟後2年のことでした。この秋ご支持を得て選ばれれば通算11回目に当たります。日本は最も頻繁に同僚たちのレビューに自らを晒した国でした。以上3つはこれまで刻んだ足跡から皆様にうなずいていただける日本の強みです。この強みを持って私たちは国連を強くしたいと思っています。日本国民とは UN の2文字に輝きを見続けるものであります。国際協調主義に基づく積極的平和主義を高く掲げ、日本は国連を21世紀にふさわしいものとするため安保理改革を行い、そこで安保理常任理事国として世界の平和と繁栄に一層の貢献をする責任を果たしていく覚悟であります。皆様のご理解を期待して私の議論を終えます。ありがとうございました。